多動科目は3科目。地歴のメドです。はい、質問箱やりましょうか。まあ、日曜日ちょっといろんな動画を投稿しましたんで、ちょっと質問箱さらにそこに上げてしまうと、多分1日に動画3本ぐらい上げちゃう感じになるので、それはちょっと良くないかなと思い、すいません、期間を上げました。で、全部ちょっと今日溜まってるので答えきれないかなという気がします。あとそれからですね、質問箱の方とはまた別で、授業の出席カードのコメント欄に書いていただいた質問もちょっと今日から答えていこうかなと思います。そちらまた質問ありましたら、授業受けている方はぜひ質問してください。どうぞ。ではその質問からいきたいと思うんですけども、ざっくりとしたコメントしか覚えてないんですが、わけの清まろって何者ですかっていう質問を日本史の授業の方でいただきました。別に質問箱のこのコーナーで答えろという別に要望はなかったんですけども、ちょっとこれは簡単に説明してみたいなと思ってしていこうと思います。まず、わけの清まろというのは、これは奈良時代の貴族にあたる人物です。別に何かこう一応ランキングで言うと13位とかなんで、まあ太政大臣でもなければ左大臣でもないぐらいのポストになります。まあ太政大臣になると思ったら1位じゃないとダメなんでね。で、それに対して3位なので、別に何か重要ポストにそんなついてたわけでもないぐらいの感じには一応なっていますが、非常に有名人で、お札の肖像に憑かれた時代もありました。で、じゃあなんでなんだというと、この人結構なんかね、正義感強い人として割と知られている方で、理由としましては、この人の時、天皇がなかなかにトリッキーなすごい方で、聖徳天皇という女帝でした。で、しかもこの人の何がトリッキーかというと、天皇をやるのが2回目っていう、なかなかに珍しい事例なんですね。もともと、後見天皇っていう名前だったんですけど、一回これやめて、後見上皇になって、その後、もう一回天皇に選ばれ、聖徳天皇となりました。実はその1回目天皇やった時にですね、病気を患っちゃいまして、この後見やめちゃったんですよ。で、当時は病気はお医者さんではなくって、これお坊さんに法力によって悪霊を退散させることによって治すものっていう考え方です。で、そのお坊さんが道教というなかなかのイケメンムキムキ坊主で、で、この人がずーっと祈り続けたら、実際その後見の病気治ったんですね。で、治ったから私天皇もう一回やるわ、つって、まあ、帰り咲いたっていう形になりますし、しかもこの道教が今までその祈り続けてくれたので、もう大好きだと。もう私この人のこと好きって、もうこの道教を溺愛します。が、もう40代とかの天皇なんですよ。だから、そのなんか甘酸っぱい青春の愛とかではなくって、もうなんかドロドロネバネバビチャビチャみたいな感じの、すごいなんかディープな愛だったんですね。もうこれ以上具体的に喋るとちょっともう YouTube の規約によって僕はバンされるかもしれないぐらいの、それぐらいのレベルです。で、ただ、道教を溺愛してるんですけども、ただのお坊さんなんで、どう頑張っても、例えばその当時の最高職の太政大臣とかにはつけられないんですよ。太政大臣さっき言いましたが、1位っていうランクを持ってないと、位階を持ってないと、これつけられない職なんです。が、道教お坊さんなんで、そんな位階1位とか2位とか3位とかそんなんないんですよ。どうしようと思って、この聖徳がつけたのが、太政大臣前侍っていう新しいポストでした。まあ、意味としては、太政大臣みたいな偉いお坊さんっていう意味です。意味がわかんねえと、当然周りからも批判が来ました。で、それに一応道教はついたんですけども、道教自身もこのことの異常さはわかってます。自分がこの太政大臣前侍っていうのがわけわからんポストについていられるのは、聖徳天皇が存命のうち、存命のうちだけだと。まあ、聖徳も40過ぎてます。まあ、この当時の平均寿命的にはもうそろそろ死んでもおかしくない感じ。そうなったら自分は終わりだっていうのはわかってたんで、ならば、文句を言われる前に、文句を言われないポストにつこう、つまり天皇になってやろうっていうことを画策しました。でも、普通のやり方じゃ無理なので、宇佐八幡宮という大分県の神社の方にですね、お願いをしたんです。お前のところの神社の神様が、道教を天皇にしたら世界が平和になるよって言ってたって言ってくれっていうのをお願いしたんです。そしたら宮司さんが、その朝廷の方に、今朝方、うちの神様が、道教様を天皇にしたらいいですよっていう風に私にご神託をくださいましたって言ったんです。聖徳天皇大喜びです。マジでそんな嬉しいことあるんや。もうほんま、じゃあ東京、私なんか天皇辞めるからもう道教天皇にするって言ってはったんですけども、ちょっとそれに待ったって言ったのが、これが負けの清まろではなく、そのお姉ちゃんひろむし、この人一応聖徳天皇の側近でした。側近ゆえに、ちょ、やめませんかと、一旦その真偽を確かめてからでも遅くないんじゃないですかって言ったんですね。で、じゃああなたは調べに行きなさいよ、大分に、って言ったんですけども、私はいいです。うちの弟の清丸が来ます。お礼みたいな感じで、清丸が行かされました。清丸がですね、その神社の宮司さん問い詰めたら、
もうゲロったんですよ。すいません、道教に言えって言われましたっていう風な形で、まあ、吐いてくれたので、それをそのまま聖徳に言います。陛下、あれ全くの嘘でしたって報告したら、なんで言うてまうのよって、何その切り方みたいな、なんでそれ言うてまうのよ、確かでなんとなく笑ってたわよ、そんなもんもういらんこと言うからみたいな感じで、もう聖徳激切です。でこの二人、広虫と清丸のこの兄弟を、島流しにしようとしましたが、ちょっと待ちなさい、あなたたち島流しにするぐらいじゃ私の腹の虫が収まらないわ。あなたたちにふさわしい名前をあげます。まずは広虫、あなたの心は広くない、狭いわ、だからわけべの狭虫と名乗りなさい。そして清丸、あなたの心は清くない、汚いわ、だからわけべの汚まろと名乗りなさい、はいバイバーイっていうのやったんです。なんちゅうネーミングやと、やってること湯婆婆ですけどね。しかし聖徳天皇がなくなりました。これによって道教も力を失い、下野の国の薬師寺というお寺に左遷されましたよっていうことがあったということです。だからその清丸自身が別に何か有名人だったわけではなく、別に権力者じゃなかったんですけども、この人のお姉さんがたまたまその時の天皇、ヤバい天皇の側近だったので、歴史上に顔が出てきてしまったのが清丸っていうことだと思っていただければいいでしょう。はい。そして、ここから普通に質問箱の質問になりますが、突然思考が変わりましたね。好きな女性のタイプを教えてって。まあこう、聖徳天皇みたいな天皇はタイプではないです。これはどう答えるのが正解だろうか。あ、じゃあ言いますね。好きな女性のタイプ、金髪ショートボブです。まあこの後、今後僕の目の前に突然金髪ショートボブに髪型を変えて現れる子がいたら、その子はこの質問をしたんだろうなというのはわかりますので、あえてわかりやすい髪型を言ってみました。本当は黒髪ロングが、すいません。次言いましょう。編集機材は何を使用してますか。これ MacBook ですね。で MacBook で、そしてもう標準搭載の iMovie を使用しております。こちらね、使用しております。まあこれを使って動画の編集を未だに行ってます。まあ無料ですからね、このアプリ標準装備なんで。科学の吉村先生には、まあ、1000円ぐらいのアプリを推薦していただいたんですけども、そういえば、それまだインストールしてねえな。まあ、あっちの方が多分性能はいいんですけども、なんか、iMovie 慣れしちゃってる現状があります。それは否めない。ですね。まあ、他にもこんなアプリがいいですよってのがあったら教えてください。で、その動画絡みの話になりますが、トクモッティに YouTube やらせてくださいと。トクモッティというのは、まあ、トクモト先生のことですよね。うん、これね、お願いしました。で、お願いしまして、で、俺恥ずかしいわ、みたいなこと言ってた気がします。で、ただ、一つ、現地を取れたのが、僕のチャンネルになら出てくれるらしいです。なので、逆に皆さんに質問したい。上野と徳本で、こんな動画を撮ってほしい。これがあったら、ぜひ、質問してください。質問欄に要望ください。続きまして、潔癖症ですか？いや、どうなんですかね。今この画面の角度では分かんないと思うんですけども、この床めっちゃ散らかってますからね今。でもチョークで服が汚れたらめっちゃ嫌やなって思っちゃう自分もいて、なんかね、状況、時と場合によりけりなのかもしれません。まずなんかその、なんか人が触ったもの触れませんとか、そういうことには別に僕はなってないので、そんなレベルの潔癖症ではないです。はい、続きまして、中西先生が TikTok やったら絶対ウケると思うんですけれども、どう思います？次行きましょう。恋してますか？なんすか？なんか宗教の勧誘かなんかですか？恋してますか？いや、もうね、そんな余裕はねえよ。本当に。悲しいことで。いいでしょうか？続きまして、ちょっと時間的にどうかな、あと何個やろな。新喜劇の座員さんで好きな方いらっしゃいますか？ちなみに私は桑原和夫さん推しですと。ありがとうございます。僕はね、新喜劇は、なんでありがとうって言ったん今。新喜劇は、あんま見ないんですよね、実は。あんまり見なくって。で、見るとしたら、たまに生で見るんですよ、僕は。ナンバーグランドカケツでやってるやつを、なんかね、和牛とかが、その NGK、ナンバーグランドカケツで出てるときに、和牛満たさで行ったら新喜劇もやったら見れたぜ、みたいな感じになることが多いかなという気がします。
新喜劇、まあ見るとしたらでもね、僕、ほんとベタで申し訳ないんですけど、やっぱスッチーさんですかね。スッチーさんというか、僕はね、スチヒロマサさんが好きなんです。ビッキーズというかつてコンビをね、スッチーさんやってあって、赤いハッピー着てアメちゃんをバーって巻いて、ビキビキ、ビッキーってやってるっていう、姿が僕は好きだったんです。が、まあ解散されまして、まあその後新喜劇の座員さんになられたという、で、未だにその飴を配ったりをされてるじゃないですか。だからそれ見るたびに、やってるな、まだ、というのをちょっと思い返してしまうんですよね。うん。まあ、乳首ドリルとかも、言われる方、乳首ドリルとかも本当に好きなんで、うん。やっぱいいなと。で、あと僕、若手座員さんの出ることは見ることがあるんです。これも生で結構。新喜劇本体は NGK でやってるんですけど、その向かい側にね、吉本漫才劇場、通称漫劇という劇場がありまして、そこは若手の漫才師が結構出る場所なんですけども、たまに日曜日とかに、新喜劇の若手の座員さんとコラボ新喜劇みたいな感じで、吉本漫才劇場の漫才師のメンバーが2人ぐらい出て、それで共演していくっていう、そういった、舞台があるんです。30分ぐらいの尺でやるんです、あれ多分。で、まあ、そこに、なんかダブルアートとかね、あと自尊心とか、そういった、まあ、コンビたちが出て、で、そこに若手の座員が絡んでいく感じの、まあ、なんかそういうのがあるんですけども、まあ、諸見里さんとかね、あと何でしょう、誰やったっけ、あと、シナノとケオさんやったっけ、とか、カンバラサナエさんとか、あと何、まあ、吉田豊さんとか、あと誰、あの人、あ、そう、レイチェルやったっけ。あの人結構なかなか多彩ですからね。すごいなっていうのは思って見ております。すごくね、うん、新喜劇の人も面白い人いっぱいいるので、ぜひ劇場に足を運んでいってくださいって他の方にも言うときます。まあね、今ちょっとなかなか見に行けない実情はありますが、復活したらぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。僕は誰の回しもんなんでしょうね。キバナが好きなんで早くキバナと戦ってください。これポケモン実況の話だよね。キバナってのはなんか、ジムチャレンジの開会式の時になんか自分で自撮りをしながら入場してきた結構痛いやつですよね。うん。まあ、あの人はなんか自分で自分のこと最強って言ってあったんで、もう早くぶっ倒してやりたいなという気持ちはあります。そして、卒業生です。ありがとうございます。先生の YouTube 見て懐かしくなりました。また授業を受けたいです。上がってるかわからないですけども、日本の社長の合コンのネタ見てみてください。なんで？日本の社長、ヒーローインタビューのネタが好きですけどね。合コン行ったらどうされるんですか？そうですね。飯食って、酒、金払って帰るだけですね。好きですよ、日本の社長。荷物多いやんも好きですけどね。そして、なぜ唐突に検診官サブチャンネルで博士講師の授業が始まったんだろう？知らん。あれってか、なんでサブなんですかね。メインでやったらいいのにね。絶対再生元取れるのにね。うん。サブの登録者で800再生ぐらい今いってるじゃないですか。いややっぱあれ赤瀬先生の力やなと思います。もったいないな。絶対メインでやった方がいいのに。うん。って言ったら怒られるかな。まあいいや。うん。ってか、そうやったら俺のチャンネルに出てくれよって、まあ本当に僕は思ってるし、赤瀬先生にも直接それは言った。おー、いいよ、出るよ、みたいなノリで言ってましたけども、果たして。で、ラストかな。いつも応援してます。チリオリンピックの問題解いてみてほしいです。ありがとうございます。チリオリンピックのね、問題は、なんかちょいちょい見たことあるんですよ。で、チリオリンピックの問題どんなんのかな。結構なんか見てると、なんか割とセンター試験とかにそのまま流用しても問題なさそうな感じにも思うような問題が、ちらほらあるっぽいことは知っていて、まあ、なんか模試とかの問題にも全然使えそうな感じもね、なんか普通にグラフの問題で、なんか縦軸は労働生産性で、横軸は土地生産性で、で、中国とオーストラリアとアメリカとインドがどれでしょうかみたいな。だってまあ労働生産性とかって先進国ほど高い傾向があるので、まあ先進国やったら高いかなと考えて、まあ労働生産性高いところが、アメリカとかオーストラリアだろうなと。まあ土地は広いから土地生産性は下がるんだろうけど、みたいな、そんな感じの問題とか、普通に共通テストで出しても別に遜色はないと思うんで、うん、いい問題あるなーって思いながらいつも見てますが、なかなかちょっと最近そういうのを解く時間も取れてないなっていうのは、恥ずかしながら現状ではありますね。うん、というところでございます。さて、いうことでございまして、まあ、地理の質問もいただきましたが、これはまた、いずれお答えをしていこうと思います。やっぱちょっと全部は答えられなかったですね。15分ぐらいで止めなければいけないと思ってるので。うん。ということで、また懲りずに、質問はどんどん投稿していってください。よろしくお願いします。で、前回の動画でもコメントをいたしましたが、地理や歴史の関係の質問をもっと欲しいです。なんか、プライベートな質問がちょっと多い気もする。別にそれもそれでいいんですけども。
お願いしますね。じゃあ、ありがとうございました。